ハンスクラーマーハンスクラーマーはドイツの軍人。最終階級は総甲兵大将。1896年、民間に生まれる。第一次世界大戦勃発直後の1914年8月10日、プロイセン陸軍の士官候補生隊に入隊し、士官候補生として故郷近くに駐屯していた第15、オランダ皇太子、フリードリヒ不評連隊に配属された。 同年10月24日から西部戦線に従軍し、12月25日には少尉に昇進する。1915年8月22日から中隊長として勤務し、1916年3月4日には大体助副官に選ばれている。1918年7月5日、所属を第55ビューロフォンデネビィッツ男爵不評連隊に移し、 同連隊の第一機関銃中隊の中隊長となる。1918年8月8日には、イギリス軍の捕虜となり、敗戦後の1919 19年4月15日に、釈放された。バイマル共和国軍にも残留し、帰国後は、第14不評連隊に配属される。1920年8月10日には、連隊副官補に選ばれる。 同年10月1日には第18不評連隊に所属を移し、また1923年1月1日には第13系不評連隊に移る。1924年春から教育中隊に勤務し、1925年4月1日には中尉に昇進する。その後、複数の部隊での勤務を経て、1931年2月1日には騎兵隊員に昇進。 1936年1月1日には、少佐、1939年2月1日には、仲裁へと昇進を重ねる。動員が行われた後の1939年8月26日には、騎兵共同研究隊の指揮官に就任。この部隊は後に訓練共同隊と解消されている。クラーマーはこの部隊を率いて、ポーランド侵攻に参加し、一級。 二級の鉄十字章略章を受賞している。その後のフランス侵攻にも参加した。1941年3月25日、第15総甲師団第8戦車連隊の連隊長に就任。同年4月、第8連隊はドイツアフリカ軍団の一部としてアフリカ戦線へと送られた。6月24日、ザルームをめぐる。 戦いの最中に重傷を負うが、数日後には先行を叩いき指鉄十字章が授与されている。9月には第八連隊長の職に復帰する。10月1日、彼は大佐に昇進するとともに、指揮官教育の一環として、第十装総工師団所属の戦車連隊で連隊長を務める。1942年4月1日、陸軍総司令部の機動戦指揮官参謀長に、 任命される。同年11月1日には、機動戦士機関たる少将に昇進している。また11月中には、第48総工軍団の司令官法一時、務めた。1943年1月22日、中将に昇進し、クラーマート組む軍団の指揮官となる。2月10日、エアハルトラウスに指揮官の職を引き継ぎ、待機司令官に編入された。 3月13日、指揮官として復帰し、再びアフリカ方面で総攻部隊の指揮を取る。5月1日、総攻兵大将に昇進。1943年5月12日、指揮官の軍団をイギリス軍へと降伏させ、捕虜となった。降伏と、帰国1943年、トレントパーク収容所に到着したクラーマー大将とフォンアルニム上級大将。 クラーマーは1943年5月16日からイギリスの召喚収容所であったトレントパーク収容所に収容された。しかし1944年2月22日には持病のズ打が悪化したためにドイツへの送還が認められた。この際、連合国軍は彼をノルマンディー侵攻に先立つ欺瞞作戦に利用した。送還前、クラーマーには 連合国軍がカレーへの上陸を計画しているという情報が断片的に与えられ、さらにヨーロッパ侵攻の指揮を取るとされたジョージ・パットンとの夕食会も催された。クラーマーはこの情報を信じ込んだままドイツへの帰国を果たし、後に相当アドルフ・ヒトラーに対しヨーロッパ侵攻に関する一連の情報を個人的に報告している。その後、クラーマーは フランス戦線の西方走行集団に配属された。舞台式は任されなかったものの、エルビン・ロンメル元帥の側近として勤務した。1944年7月20日、元捕虜ということもあり7月20日事件への関与が疑われ、当局に逮捕される。7月26日から8月5日までベルリンのプリンツ・アルブレヒト大通りにあるゲシタポの収容所に収監され、 その後ラーフェンスブリック強制収容所の付属収容所に移る。1944年9月14日には国防軍からの除隊手続きが行われた。9月末からベルリンのシャリテイ病院に入院し、12月24日以降は自宅軟禁となった。敗戦後の1945年5月から1946年2月15日まで、 イギリス軍占領下のホルシュタインにおける、ドイツ捕虜の総司令官たる役職を務めた。1968年死去。スターバークンデイ・スタンディ・ゼムット・ミンデン991、1968、ケバーツリー・キューンデイ・スタンディ・ゼムット民伝・ミンデン357、1896、ジェームズ・リーサー、コードネームニムロット、プレイボイ・ペーパーバックス、ニューヨーク1982、 ISBN 0-867210303-S142-ABCDE ラングラストでドイツェン・ライクス・ハースミトラーソー・バーラグベルリン1 9 3 0 s 1 5 5ハット a b ファイトシェル e l t ダイリッター・クロイストレジャー1939-1945スケツ・ハース・ミラテアバーラグロニースイエーナ2007 ISBN 978から3から938,845から17から2、S262。ありがとうございます。